ウルゲンチのトロリーバス市中心部ウルゲンチは中央アジア、ホラズム地方の歴史的都市。現在のウルゲンチはウズベキスタンのホラズム州の州都である。マーケットウルゲンチはトゥルク諸語の名称で、ペルシア語ではグルガンジュという。かつてアラビア語の地理書にはジュルジャーニーヤという名前で記録されていた。アムダリア川やシャバとウンガが流れる。 標高は91メートル。ブハラからは、キジルクム砂漠を挟んで450キロメートル。ウルゲンチが歴史に現れたのは、比較的遅く、動静がはっきりするのは、ホラズムのイスラム化以降である。もともとは、ペルシア系の住民が多く住んでいたが、アラル海周辺の草原地帯を通じて、現在のカザフ草原に住むトルク系遊牧民たちの交益拠点となり、 草原の港として、経済的に発展した。10世紀には、ウルゲンチを拠点とする土着のペルシア人軍港が、ウガンのカースにいるホラズムシャーから独立し、さらに、カースを併合して自らホラズムシャーを自称したので、その本拠地であるウルゲンチは全ホラズムの中心都市となった。11世紀に、トゥルク慶王朝のガズナ朝、セルジューク朝が、 相次いで中央アジアを接見すると、ホラズムも、その支配を受け、ウルゲンチには、マムルーク出身の将軍が総督として、派遣されてくるようになった。12世紀に入ると、セルジューク朝のホラズム総督が、ホラズムシャーを自称して独立し、ウルゲンチは、ホラズムシャー朝の首都となった。ホラズムシャー朝の下で、カンクリ族など、トゥルク系遊牧民の流入。 定住化が増加し、ウルゲンチの住民のほとんどは、トゥルク系の言葉を話すようになっていった。12世紀末から13世紀初頭にかけ、ホラズムシャー朝が、中央アジアからイランに広がるセルジューク朝の丘陵を支配する大帝国に発展すると、ウルゲンチはその都として、繁栄を極め、当時のイスラム世界において、最も壮大で豊かな都市であると言われるほどになった。 この時代には、市街地は、アムダリア川を越え、川をまたいで両岸に広がっていたと言われる。しかし、ホラズムシャーのアラー・ウディーン・ムハンマドと、その外籍のカンクリ族の間での対立が深まり、アラー・ウディーンは、カンクリ族の影響が強いウルゲンチを離れて、サマルカンドに移った。1220年、中央アジアを石鹸したモンゴル帝国の、チンギス・ハーンは、超難助地と、 次男チャガタイの率いる軍をホラズムに送り込み、ウルゲンチを包囲した。ウルゲンチは、カンクリの軍人たちが中心になって、頑強に抵抗し、ジョツとチャガタイの兄弟仲が不和であったことにも、助けられて、長期の牢状を続けたが、1221年に攻略され、都市は徹底的に破壊された。1231年、モンゴル帝国の下で破壊された。 九死の南に、ウルゲンチは再建され、復興した。ホラズムは、ジョチウルスの支配下に組み込まれ、14世紀には、ウルゲンチは、再びホラズムの中心都市として繁栄し、中央アジア屈指の大都市として栄えた。しかし、その後、アムダリア川の稼働が北に移を始めたため、稼働から離れたウルゲンチは衰退し始めた。16世紀以来ホラズムを支配した。 ヒバ半国は17世紀に、ウルゲンチから、北のヒバに遷都し、さらに繁栄を支えた推理を全く失った旧、ウルゲンチは、都市としても放棄され、砂漠の中に取り残されて、廃墟となった。ホラズム地方の分割の結果、ウルゲンチの遺跡は現在トルクメニスタン領に、組み込まれている。一方、16世紀、ヒバの近郊に、新、ウルゲンチが再建された。 新、ウルゲンチは、旧ウルゲンチの商業活動を引き継いで、綿花や絹の対ロシア貿易で成長を続け、ヒバハン国でヒバをしのぐ貿易都市となっていった。現在のウルゲンチは完全なソ連式の町で、1922年に発生したバスマ地方棄の犠牲となった22人のコムソモールの若者の記念碑などもある。現在は、ウズベキスタンのホラズム州の州都となり、 南西3 5トルにあるヒバエの玄関口ともなっている。旧、ウルゲンチは、現地では、クフナウルゲンチと呼ばれ、ホラズムシャー長期からティムール長期の遺跡が残されている。こちらは、トルクメニスタン共和国に属し、2005年にユネスコの世界遺産に登録された。この他、キャラバンサライやスーフィズムの聖者の母病が数多くあり、 トルクメニスタンの主要な観光地である。カラカルパクスタン共和国やナバーイーへと向かう、ウズベキスタン鉄道の駅がある。また、ウルゲンチ国際空港があり、タシュケントへの国内便が毎日運行している。ありがとうございます。